こんにちは。今日はですね、試合動画とか対談動画じゃなくて、ちょっと初の技術系動画になるんですけど、まあ、あんまり人の教えるのが得意じゃないんで、まあ、何にしようかなと思ったんですけど、まあ、一番使うのが、まあ、特徴的で使うのがカットブロックなんで、まあ、その、まあ、自分の中ではめちゃめちゃこういう風にやったけど上手くなったみたいな大きなコツみたいなのがあるわけではないんですけど、まあ、自分なりに長年やってきた中で、これがコツかなっていうのをやろうと思うので、ぜひよかったら見ていてください。はい、じゃあまずは、コツの前に僕が見本というかどんな感じでやってるかを、実技でやってみようと思います。じゃあこうストレートにループと、あ、ほんでこうそれをこうちょっと触ってます。まず、まあ、コツというか、僕が、まあ、仮に今から、まあ、カットブロックが全くできなくなって、どんな風な順番でうまくなるかなっていうのをちょっと考えたんですけど、まずこうやっぱりこうボールのこっち側をこする感覚は多分ないと思うんで、1個目の段階としてはサーブでこうボールの横を取ってこう出せるかみたいな、それめちゃめちゃ低くなくていいんで、ボールの横側を取ってこう薄くボールの横を捉える練習をしてみてください。いう人はこう薄くボールを捉えずにこうボールをこう厚く当てちゃうというか、強くこうなんか押して飛ばしちゃう癖があるので、それをこうボールを数番ぐらいさせるような気持ちで、で数番させようと思ったら自然とこう膝のクッションとか、手だけでこうやるんじゃなくて下半身を使ってやりだすんで、まあ、その薄く捉えながらターンも強くするようにちょっとこうやってみてください。で、まあ、それで結果的に一つサーブが増えたりとかするかもしれないので、まあ、余談ですけど、昔世界チャンピオンで、高齢期選手っていうのが中国にいたんですけど、まあ、彼はカットブロックはそんなしないですけど、こういう逆横回転のバックサーブみたいなのを使ったりとかしてたんで、僕はなんか彼のあれを見て遊びで終わりだして、でこれを普通のボールに対してできるんじゃないかなと思ってやり始めたのが始まりなんで、まあ、サーブでは結局使ってないんですけど、そういうふうにこう1日5分でもいいんで遊びで、まあ、5分じゃなくて1分でも2分でもいいんで、遊びでこうやってみて気づいたらこう薄く取られるなと思ったら次のステップに行ってみる感じでいいと思います。はい、で次のステップなんですけど、まあ、なんかもうあんまりこうめちゃめちゃ何本も落とすとかなくて、まあ、最終的にはもうなんか何百時間もやあれば多分できるなと思うんですけど、まあ、強いて言うと、薄く捉えられるようになってきた時に、まあ、できない人がありがちなのがちょっとこうポンとした、あ、もう切っていく、こうボールを待っちゃって、この例えばこの上回転が来た時にこうボールを待つ癖があって、まあ、普通のブロックとかって頂点とかの方がいいので待つ癖があって、ボールを待ってこう頂点でやっちゃ当てることでこう 薄く捉えれずにこう当たって飛んでいっちゃうみたいな感じになりがちなんで、カットブロックなんですけど、まあ、ブロックっていう名前なんですけど、感覚的にはこうストップに近いというか、こう、ちょっと下回転サーブですね、こういうストップの時のこの打点があると思うんですけど、この打点で
ボールを触るように意識してください。センスないって言われて、逆にバックドライブがセンスがないから触れなくて、バックドライブの代わりに何かこう武器になるものがないかなと思って突き詰めていったのがカットブロックなんで、逆に言うと、もしかしたら人よりもものすごくカットブロックの才能があったかもしれないですけど、普通に考えたらバックドライブできない人がこうバックドライブの代わりにやっていってできるようになった技術なんで、そんなにこうセンスが必要というよりは練習なんかほんまにできるようになると思いながら信じてコツコツでいいんで、なんか1日何時間もやりそうじゃないんですけど、思いついた時にやってみるみたいな感じでやっていったら、なんか気づいた 1,2 ヶ月したらなんかちょっと使えそうな気がするとか、なんかミスなくできるようになってきた気がするで、思う瞬間が来たら試合で使ってみるとかしてみたらいいと思います。で、次はじゃあどうやって試合で使っていくねんっていう、こういう感覚なんですけど、初めはやっぱりこう今みたいな練習で、1個言わせたんですけど、一番カットブロックやりやすいのはストレートにゆっくりが回転かかったボールが来るのが一番切りやすいんで、それでまず練習してください。でできるようになっていったら、クロスでこうバックバックしてこうカットブロックするとか、なんかこういろいろできるようになるんですけど、一番分かりやすいのはストレートに、練習ループっぽい回転のかかった遅いボールを出してもらってプチップチッできる感覚を身につけていってほしいので、それをやってください。で、試合でどうやって使うねんって感じなんですけど、僕が大学3年生、4年生ぐらいの時からカットブロックやり始めて、今15年ぐらい経つんですけど、一番初めやり始めたのはどこに来るかわからんかったらカットブロックできないんで、ここにループドライブが来そうやなと思った時だけカットブロックを待つところから始めました。で、それはなんかこうめっちゃ緊張した場面じゃ無理なんですけど、例えば試合が始まってラブオールとかワンオールとか余裕があるときに、こうあサーブ出してもらってこうポンとしたサーブの時にこう相手のフォア側にとりあえずくっついてみて、でそのくっついた時に多分こう試合の序盤って相手もまだ余裕があるんで、自分の打ちやすい方向に打つ癖が出ると思うんですよ。でその時に一発目にバーンとフォアに引っ張って、こうフォアにもう引っ張られたら、あもうこの人フォアクロスに引っ張る癖があるわみたいな感じで、本当にその試合はカットロスに諦めて、でこう一本目の次に対して ループをしてきたら、あこの人癖でストレートに打つ癖あるんだよ、こういうふうにこうその試合に関してはデータ収集して、で最後の方で例えば8オールとか9オールとかになった時に、その、人間って緊張すると自分がちょっとジャズにコースに打ったりとかする、傾向があるので、一番初めの方に収集したこうフォアにつっついたりとかフォアにロングサーブを出せばバックに来るっていうデータを使って、ちょっとこうカットボックスに行こうみたいな感じでやっていったら、
漠然と前面に回ってハットブロックしに行くよりも成功確率が上がるんで、そのなんかめちゃくちゃ大事な試合でやるというよりは、なんかこう練習試合とかオープン戦とかそういうこう全国大会予選とかじゃない、そういうなんかこう草試合というか、自分が強くなるために出てる試合とか練習試合とかでお試していって、こうそうなってくると、あ、なんかちょっとずつこう試合で使う感覚出てきたなっていうところで、実践で使っていったらなんかこう自信がついてくるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、最後なんですけど、じゃあカットブロックしたらどうすんねんって話なんですけど、2本選手ぐらいこう思いっきり切れたら、もうなんか3割ぐらい切れたら別にいいんですけど、基本的にそんなそこそこのレベルになるとカットブロックも返ってくるんですけど、基本ある程度切ればツッツキで返ってくるんで、そのツッツキを僕はこう回り込んでフォアドライブで攻めるっていうところまでをワンセットにしてます。で、そこをワンセット、そのカットブロックして相手がなんか入れてきたのに対してなんかするってところまでセットにしないと、その相手がカットブロックを安全に入れたらいいわって思っちゃうと、もうカットブロックしても相手が余裕持って返されたりとかするし、逆にこう安全に入れてきても次フォアドライブでドーンって打てば、うわカットブロックに対して入れるだけじゃあかんねやって相手が思ってちょっと無理して打ってくれたりとかしてくれるんで、そこはやっぱワンセットにしてやってもらいたいなと思います。別にこうフォアドライブじゃなくても別にこうバックドライブでもいいですし、何でもそれはその人の得意な技術に組み合わせたらいいんですけど、はい、じゃあしてみます。カットロックをポンと、試合で入れるようになって、それも次の攻撃につなげるってなってくると、こう相手からしてもプレッシャーになるし、緊張したら結構ループドライブとかしてしっかり安全に来るんですけど、それを逆転取ってプチッて切って、うわ本当ループドライブ効かへんと思わせたりとかすると、相手も持ち落ちしたりとか、結構メンタル的にその1点というよりは試合全体を有利に運ぶことができるんで、ぜひやってもらえたらなと思います。僕自身こうコツを見つけてやってきたというか、もう15年ぐらい繰り返しながらこうなんかもうずっとこう積み上げでやってきたんで、果たしてこのコツが合ってるのかわからないんですけど、このコツを試しながらやりつつ、あ、意外とカットブロックってこうなんかどんな人でもチャレンジしていいんやっていう風にちょっとでも思ってもらえたら、この動画の価値があったんじゃないかなと思うので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。